ワルテル・マッツァーリは、イタリア・サン・ビンチェンツォ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。現在は、セリエ・エカリア・リカルチョの監督を務めている。アクフ・フィオレンティーナの下部組織出身で、現役時代は、エンポリ・ FC などのチームを転々としながら、主に2部以下のカテゴリーでプレーした。現役引退後、SSC、ナポリなどで、 コーチ経験を積む。2003から04シーズンにセリエ B に所属していたリボルノをセリエ A に昇格させる。2004から05シーズンからレッジーナの監督に就任した。レッジーナは毎年のように残留争いを繰り広げるプロビンチャであったが、マッツァーリの適材適所の采配が光り、3シーズン連続でセリエ残留に成功した。 特にマッツァーリの評価を高めたのは2006から07シーズンのレジーナの奇跡的な残留である。同シーズン、カルチョスキャンダルへの関与が判明したレジーナは、マイナス11ポイントというペナルティを課せられた。貧弱な戦力で残留争いを繰り広げていたレジーナからすれば、これは致命的なペナルティであり、降格は不可避であるかに思われた。しかし、 シーズン前の予想を裏切り、レッジーナは、ニコラ・アモルーゾ、ロランド・ビアンキの2トップがゴールを量産。ペナルティがなければ、UEFA カップ出場権も夢ではないか地点を叩き出し、見事に残留を決めた。ビアンキはそれまで待機とされながら停滞しており、マッツァーリの指導の下で才能を開花させたのである。2007から08シーズン、実績を買われた、マッツァーリは、 サンプドリアの監督に就任する。当初は、チーム構築に手間取ったが、我慢強く起用していたアントニオ・カッサーノが調子を取り戻すにつれて、チームも勝ち進み、6位でフィニッシュして、UEFA カップ出場を決めた。カッサーノの他にも、MF のパウロ・サンガ・マルコ、DF のクリスティアン・マッジオ、ウーゴ・カンパニャーロラ、期待されながらくすぶっていた選手たちが才能を。 開花させている。カッサーノは、ユーロ2008に臨むイタリア代表に、選出されるほどであった。2008から09シーズン、チームは、UEFA カップとリーグ戦との両立で疲弊して13位に、終わり、コッパイタリアも、準優勝となりタイトル獲得はならず、シーズン終了後に退団した。2009年10月5日、ロベルト・ドナドーニの公認として、 ナポリ監督に就任。ユベントス戦での逆転勝利など采配が光っている。エディンソーンカバーに、マレクハムシク、エセキエル・ラベッシュの3人からなる、トリデンテの活躍もあって、2010から11シーズンは3位で、久々のチャンピオンズリーグの出場権を獲得。2011から12シーズンは5位に終わったが、チャンピオンズリーグでは、バイエル・ンミュンヘン、マンチェスターシティ、 ビジャレアルと同じ組にもかかわらず突破、そして決勝トーナメント1回戦では優勝したチェルシーを敗退の一歩手前まで追い込んだ。コッパイタリアでは決勝まで勝ち進みユベントスと対戦。カバーニとハムシクのゴールにより2から0で勝利し、クラブにとって1986から87シーズン以来4回目となる優勝を果たした。2012から13シーズンは、 トリデンテの一角であるラベッシがパリ・サンジェルマンに移籍したが、リーグ戦はユベントスに次ぐ2位と検討した。シーズン終了後、対談を発表。2013年5月24日、アンドレア・ストラマッチョーに監督の公認として、インテル監督に就任。リーグ9位に終わったクラブを引き継いだ2013から14、シーズンは、 リーグ5位に押し上げ、ヨーロッパリーグのプレーオフ出場権を獲得した。2014年7月2日、クラブとの契約延長が発表された。2014から15シーズンは、リーグ第11節終了時点で9位に低迷し、ミラノダービーを控えた2014年11月14日に、解任された。2016年5月21日、 キケ・サンチェス・フローレス監督の公認として、ワトフォード監督に就任。2018年1月4日、トリノ FC の監督に就任した。リバドール、スポーツ金星のマッツァーリ、ダトロ投入が決めて、インテル、マッツァーリと契約延長で合意ゴールドットコム2014年7月2日付け、インテル、マッツァーリ解任を正式発表ゴールドットコム2014年11月14日付け。 ありがとうございます。